はい、ということはね、ということで、ということは、今回ですけども、今回は、狩人 CEO してみた、初日の、朝に狩人 CEO するマイクを私以前目撃したんで、ちょっとね、初日に狩人 CEO したいと思います。ちょっと、意気がろうかなってことで、ちょっと、俺は狩人だぜっていうのをアピールしていこうと思います。いきます。重要な職なんで CEO しましたってことで。マイク何？重要な職だからな。カリウドは。カミングアウト。おい待って、あんな対抗出てきたぞ。カミングアウト。終わった。危な危な。危ね、対抗じゃなかったよかった。危なーい。マイク黒猫だね。あ、黒猫扱いか。それでも初日に釣っとく？いや、俺、狩人だよ。狩人だからよ。ヒューはスラやろ。やった、確定だ。あ、確定したんか。ん？何が確定したんだ？確定って、何が確定したんだ？狩人か。サンドラ確定やで。あー、霊能ね。霊能か。アーク。カミングアウト。びっくりした。わい、噛まれてまう。カミングアウト。ヒューは放置でいい。多分これマイクのこと放置でいいって。ヒュー放置把握。サンドラ、お願いします。マイクは狩人を主張してるからやりたいことがあるんでしょう。そうだ、マイクはほっとこう。トーマス確定ではないよ。ん？アンナ白、やりたいことないだろ。すかすな、すかすな。ジェシカ、レイララ会議する狼を見える。ヒュー、ヒュー、マイク放置希望。エリック、トーマス確定じゃないからね。三人目で人狼やるメリットないから、ロディやや新名。グレイ行くならマイクからかな。いや、本当に、カリウドなんだよな、これが。マイク噛まれるくない？あ、ローラ純粋だ。そうか、ヒュー普通に白く見えるよ。ヒュー白でしょ。そもそも霊のローラーされたくない狼なら霊の仕事はしないのに、スーザンのヒューの意見ちょっと違うと思う。メアリーに賛成。サンドラ進行だけど、サンドラ進行お願い。エリック、私、エリック行こうって誰が言ってんの？トーマス。片白は、今日、行けない。トーマス強靭だから。そうだよ、スーザン。逆に、噛まれないだろ。これなら。スーザン、マイク本当の主張なら仮対抗出し切っちゃって2カ所護衛指示しとこう。スーザン、黒いな。ただスーザンちょっと黒いな。マイクは黒猫と放置するから初日に釣るか放置を進める。サンドラ指定か。ビル、スーザン仮指定。え？仮指定で、使用は、まずくないか？おい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 、マジ？なんで出てきたんだ、お前！ええー！
なんで出てきたんだ。俺がシンだよ。なんでシン出てきたんだ。狩人が対抗で出てくんのか。マジかよ。シンならこのタイミングで出てこないだろう。とりあえず狩人に新が出てきたから有利になった。出てないんだよな。どっちか死ぬでしょ。ジェシカ、ネカよりやで。どっちか陣外確知してほしかったよ。あ、噛む流れになった。番犬ジェシカ、マイク勝ってるなら噛んでな。ん？なんだ、スーザン、本していい。了解。カミングアウト。あー。マジか。暗殺きっついな。お？これは、お互い、暗殺すれば、すげえ、やばいぞ。全員 CO 部屋になるんじゃないのか。ビル本指定で。1分前。カミングアウト。わら。全員や、俺全員フルオープンじゃん。スケスケ人狼。エリック釣ろうよ。他グレー誰や？でしか、自分、目線で、話さないで。私、死んだよ。ねえ、ローラ、本当に出てよかったら、狼チャットで怒られてない？どうするんだろうな。グレー他、誰や？生き量残すの？でしか人外でしょ。生き量貫通でもいいか。生き量貫通了解。え、マイクってマイクなんでジェシカが進行してるの。ビル、でもこれってカリウド残るんじゃねこれ。カリウド残んじゃねえかこれ。ワンチャン。ただ猫股じゃないかな、ジェシカ。さすがにカリウドシンが出てこないんじゃないかな。これは多分ジェシカ猫股だろう。ただ猫股、さすがにシンが出てこないって。マイク5秒。危な、危な。これ人外が票を集めてるっていう風に言ってやろう。人外がビルに、マイクに票を集めたんだって言ってやろう。まさかシンじゃないと思うんだけどな、ジェシカが。まあ、でも猫股だったら俺にヘイト飛ばす意味あんまないんだよね。俺を釣っちゃったらまずい気がする。ローラと？あれ？ああ、まあまあそうなるわな。まあそうなるね。どっちがシンかわかりませんでしたっていう。占い結果、280。両方死んだぞ。そりゃそうでしょう。マイク白。ロディ白。アンナ黒。ん？アンナに黒出ししたのか。アンナ黒出しか。
昨日の今日だけど人外が私に票を集めてる時点で私死んだよ。ブーって言ってる。なんであんな占ったのか聞きたい。トーマスは太鼓を見てロディは太鼓を片白黒出しか。確かにロディはなぜ片白占った？トーマスも謎だよな。トーマスもロディ占ったんだよな。トーマスのロディ占いも謎。あんなの死を確認先よ。ん？やばうるさ。ちょっと BGM 別にするわ俺。 BGM 入れねえわ。狩りいるから色味でいいか。アンナつってみれば色分かりそう。初日囲ってると見てアンナさん占いしました。昨日は僕の方、僕の片白のエリック釣る流れはできていたのに、アンナさんに一票も入ってない謎だったからです。またムラスラもしましたから。ロディ私長文嫌いや。簡潔にまとめてくれ。ジェシカちゃん呼びなさい。せっかくロディ君が書いたんだよ。村のために理由書いたのにそれはないだろ。なら理由聞くなや。アンナ釣ろうよ。嫌でーす。釣ればいいんでしょ。守るよ。多分私噛まれるけど。あ、ジェシカ黒猫だったわ。なるほどね。どういうこと？ジェシカ黒猫だったって。あ、まあそうだよ。よくわかったわ。ああ、そうそうそう、そうだそうだ。ロディ、ジェシカ黒猫だ。ロディ守ればオッケー。いや、守りは、霊能でしょう。何言ってるんだ、ジェシカ。まあ、いいだから、いいけど。まあ、あんな釣るしかないよな。ギなの？私。そうだよ。マイクが霊で、ジェシカがセンスで。いや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 。普通に、霊能しか守ったら、いかんで、フェイ。フェイ人外か？カリウドなら、霊能守り以外ない場面。ジェシカ分かってるか？ちゃんと霊能守るんだよ。とりあえず先にしてどうするの？ジェシカちゃん、ちゃんと霊能一緒に守ろうね。ロディが狼の場合を市民のために防いだつもりだけどね。対抗占いは真なら無駄りないかな。ん？マイク番犬か？まあ占い旗見えるからあんなで今日は良い。確かに。ロディ神秘だわ。あ？あ？番犬対抗か。番犬対抗か。ジェシカさん？マイク借りる。ジェシカさん？ジェシカさん？ジェシカさん？とりあえず、アンナ、行きません。アンナ白いの？アンナ白いの？アンナ守ってるから。あー、そっか。それぞれの守り先行って、かませれば、シーン確定するくね。
ロディは黒猫かもしれないから放置でよ。100で言うて、あんな釣られないようにされてるわ。なんか確かにサンドラ、ヒュー、サンドラは噛めないな。まあ確かに、だから初日に出るかって聞いたじゃん。じゃああんな噛ませりゃいいんじゃね。あんな噛ませれば良いんじゃね。それぞれ噛む、うん、それぞれ噛む、それぞれ噛むと霊能死ぬよ。マイク・ジェシカは番犬じゃないよ。マイク・ジェシカは番犬じゃないよ。ロディ、どういうこと？まあそうなんだけど、噛めなかったらギッてなるよね。今日はとりあえずどうするの進行。今日やること決めないとまずい。ロディ行きたい？ロディは泣くね。行くならあんなやろ。なんか出てきたぞ。カリウス出てきたぞ。フェイ、ロディ行くの？え？どういうこと？どこ行くの？どこ行くの？全員使用してる。番犬、番犬行くのでも良いけど、猫はいるかもしれないけど、ロディ死んなら終わるくね。PP 防げんの？え？PP 防げなくね？ちょ、投票できないわ。放棄。ロティ行ったの？あ、これ終わったわ。終わったわ、これ。これ終わりだわ。まあ、ジェシカ黒猫だろうな。やばい、ぐちゃぐちゃだぞ、この部屋。あ、占い師死んだ。ここで占い師殺すんだ。番犬誰も、番犬全員噛まず。ジェシカ。と、PP。トーマス死んだから。え？人狼人狼。飛行人と死ん、それとも死んと狼。いや、トーマス死んどるから死ん。延長するか。もう誰もさ、ヒューの仮出しに触れてないっていうね。狼2で黒猫今日が生きてるのかな。どういうことだ？黒は3ドル入れてね、ヨロ。占いは今日でしょ。人外3だよね。黒猫の皆さん、サンドラで。ジェシカ黒猫ね。全然 PP じゃなさそう。黒猫いっぱいいる全然 PP じゃなさそう。ジェシカジェシカジェシカ黒猫でしょう。暗殺対抗が狼。ロディ強化。市民側の方が普通に多いだろう。PP ありえない。ってことはロディ強靭。強靭か。うん。トーマスの占い先はアホなんだよな。ってことは、アンナ確定しろってことでいいのかな。
アンナ、確定白だよね。ジェシカはないでしょ。黒猫、今釣るのは、ないでしょ。人狼使用する、人狼とか、いないよ。なあ、まあ、ちなみにマイク誰守った？ドラドラちゃん、いう意味、あるの？番犬、行くなら、フェイが、一番、怪しいけど、守り先が、噛まない、言い訳ができる。でしょ。この、カリード CO、噛まれないから。初日？番犬出すかって。ああ、確かにな。確かに、聞いてるな、フェイ。ログ見た。フェイギの要素としては、初日に番犬出すか聞いたのが、フェイ番犬で立ち回り迷ってたから言うけど、それはフロープみたいな感じになって役職スケスケやんって発言した時点で。メアリー、長文禁止！もう一回番犬出す確認して、また CO するのが自然だと思います。これさ、ロディ死んないんだよ。ロディ死んだったら、トーマス残すよ。RPP になるんだし。例確定して番犬が守ったらカリドに、僕守らせようとしたらしばらく安全やろ。さあ、そろそろ噛まれるかな、俺。ジェシカ猫で決め打っていい。サンドラ、ジェシカ、黒猫で、決め打ちで良いと思う。さすがに、狼の動きじゃない。ジェシカ、黒猫、決め打ちはいい。なんで？いや。ジェシカ、黒猫は、決め打ちじゃなさそう。決め打ちするしかなさそう。ジェシカ猫見るの？ジェシカ狼はないでしょう。昨日私釣りの流れ CO 祭りの時にフェイ推しに変えたから。トマス2日目のロディ占いが痛い。それな、サンドラ。フェイ押してるし、それは対抗やも押すだろうけど、狼の方が盤面把握できてるからね。メアリー、飼い主、誰だっけ？ここ釣らんと負ける。メアリー飼い主誰だっけ？メアリー、ん？ロディ釣りに反対して番犬のラをしてないよね。最後の最後に番目になっても私釣りをしてたのマイクとロディだけなんよ。メアリー飼い主何言ったか忘れた？メアリーはマイク、フェイもマイク。メアリー、なんで何回も飼い主聞いてるのに答えられないの？これ、メアリー偽じゃね？飼い主。メアリー飼い主誰って何回も聞いてんじゃん。メアリ飼い主誰って聞いて、なんで答えないんだよ。
メアリー入れるわ。飼い主、答えないし。飼い主、ヒュー言うたやろ。前に言ってるわ。いやいや、聞いて。いや、聞いて、すぐ答えなよ。3回聞いても、帰ってこなかったぞ。メアリー入れるしかないな。なんで3回聞いても答えないんだよ。メアリー入れるしかねえわ。多分ジェシカは黒猫だからどっちか分かってないっぽい。何が人狼か分かってないっぽい気がするな。そろそろ俺噛まれる。ヒュー 1? なんだヒューの1って。多分フェイの2はね、人狼票だと思うんだよね、これ。おそらく。エリックじゃないかな、多分。メアリー死んでしたかね。あれってか、なんでこれ番犬殺すんだ、謎じゃね、どういうこと。神崎、謎すぎ。謎すぎね。まあ、あ、メアリー黒か。フェイに、2票入ってるもんな。これエリックじゃね、ヒューさ、あなた狩人。ヒューシンナ。俺シミ。エリックツロ。シミンだよ。ジェシカがアホシン狩人と思ってた。エリック行こうぜ。ジェシカ狩りならやばすぎ。確定させたぞ。これ最後で、最後の最後に確定させたぞ。アンナは、トーマス、シン、と見て、白。ヒューは狩人。狩人は、内訳的に狩人は釣られてないから、内訳的に狩人は釣られてないから、確定狩人。トーマスもエリックを教えたもんね。エリック白出しされてる。ロディーニだろ、だからそれは。ロディーニでしょ、ジェシカ。ジェシカの、立ち回りは、本当は、人狼しよう、する必要は、なくて、そのまま、狩人しよう、するべきだったと思う。そもそも、出方が、しんぽくない、のだぞかも、しれないけど、逆に、それで、私の、しんが透けて、ヒューの、狩人まで、確定、させてしまうことになった。ジェシカ人狼なら内訳把握ミスするはずないし、あそこでカリウド C を対抗するとは思えない。結果として初日囲いのエリックが黒だと思われる。ジェシカ読んで、ジェシカちゃんと読んでね。まあ、ロディー義の時点で、ロディーの囲い先的に、スタンダードに、エリックでしょう。私が黒なら、ユーを狩人確定させる動きしないし、ユーを噛んでる。ジェシカは何発言しても釣らんから大丈夫。PP!PP って4人人外おるんか。前黒でジェシカかわし、どっちか黒猫かわからなかったもあるでしょう。ヒューは黒猫の動きじゃないでしょう。エリック行こう。ヒューすらじゃないの。
ユスラじゃないよ。そろそろ私本当に狩人と思われて噛まれそうだったからヒュー確定させた。多分狼は私のこと黒猫と思ってた。マイク黒猫、ジェシカ黒で見るけどな。いや、ジェシカ黒はないでしょ。それにヒュー、もし私が狼なら、ヒュー確定させる。立ち回りするか。狩人、新芽取れてたのに。ジェシカちゃんは、ちゃんと長文読んで、来なさい。エリックだよ。ロディの占い先見なよ。ジェシーは猫ね。ジェシーは猫ねじゃねえよ。ジェシー静かに。エリック。昨日の夜ヒューが死んだ。マイク確実に釣られてたから。ジェシカはマイクに対抗出てマイク釣りをしたの人外なんだよな。そう、それヒュー囲い見るならエリックになるけど、囲いせずにロディが死んだと普通睨んでしょ。それに私が何度も言ってるけど、私が狼ならヒューのシーンわざわざ確定させない。ジェシカ入れてもダメだって。ジェシカ黒猫だぞ。いや、ジェシカ黒猫だろ。もう最悪なんだけど、マジで。いや、マジ最悪。大丈夫かこれ。まあいいけど、これ大丈夫だろうな。まあいっか。まあ大丈夫か。なんでジェシカ入れたんだよ。ヒュー確定させたやん俺が。うっせやろ。こうジェシカ投票はないってこれ。まあヒュー噛まれるだろうな。だからジェシカないっつったやん。エリックとヒューがジェシカに入れた。臭いな。私はエリックに入れた。サンドラはエリック推ししか昨日してない。マイクに入れた。サンドラ、疑問点があるなら答えるが、エリックでしかない場面だよ。ロディの初日囲いも切って私に入れるのはない。質問あったら答えるよ。狩人 CO を解除して Q 確定させた意図も答えれるし、エリック投票で固まったか。あぶねえ。ふぅ、勝ったな。最後まで狩人 CO 噛まれないってどういうことだよ。まあ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 。まあ、ジェシカが俺連れてってくれてもまあよかったんだけどな。吐く。そうだよ、ヒュー。よし。ヒュー確定させて、釣り先減らしたでしょ。なんでジェシカ2票になったん？人外なら9確定させずに殴り合うよ。ロディ狂人、トーマス占い、メアリー人狼、ジェシカ黒猫、ヒュー狩人、アンナ市民。アンナかわいそう。
ローラ人狼、ビル生き量、エリック人狼、サンドラ霊能市民、ビルマイクということでした。ジジイ。